皆さんこんにちは、ゆっきーこと里園ゆきです。この番組では家主さんの悩みを解決、空き家活用のすすめと題しまして、家主さんのよくあるお悩みにズバリとお答えしていきます。今回は愛知県交流居住センター事務局長の加藤英二さんにお越しいただきました。加藤さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、今回なんですが、家主さんから、まだ使える空き家なんですが、いずれ取り壊せばいいと思ってますが、どうでしょうかという家主さんからのお悩みが出ています。こちらは加藤さん、いかがですか？はい、取り壊すといってもですね、はい、案外これ費用かかるんですよ。そうですよね、結構バカにならなくて、特に田舎の家って大きいですよね。通常木造の物件で例えば40坪ぐらいある、40坪っていうと多分田舎の物件でもっと大きいと思うんですけど、40坪であったとしてもですね、160万から200万ぐらいかかるとか一般的に言われるんですね。そう、取り壊し解体費用ですね、だから田舎の物件はかなり大きいものがありますから、下手すれば300万400万、今解体してもですね、解体するだけじゃなくて、その解体したものをですね、処分するまたお金もかかりますし。そうですね、はい、それと条件によってはそれがもっとかさむケースがあるんですね、はい、例えば、取り付け道路が小さくて大きな、重機が入らないとか、そういうような条件になってくると余計こう高くなるんで、これ解体って一言言っても非常に大変だと思います。結構お金かかると思います。いざ解体しようとした時には、こんなに費用かかったんだってなってしまう可能性もあるので、そういうことですね、そうした場合にはやっぱりまだ使えるお家っていうふうなことでしたもんね。使えるんであれば、やっぱできるだけ長く使ってあげるっていうのが、やっぱ家、仮に家に心があるとすれば、言えばそう思うんじゃないですか。確かに、やっぱ家も住んでこそのこう価値があるとするならば、できるだけ長い間使ってあげるっていうのも、やっぱ愛着のある家であるならなおさらそういうこともいるかもしれません。そうですね、そして仮にですね、賃貸でこう貸してた場合でもですね、それはもちろん家賃としても莫大なお金が入るわけじゃありませんけども、月々数万円ぐらいのこう家賃が入ってくるとすれば、もしまだ使えるんであれば、仮に10年もし貸してればですね、解体費用ぐらいは出てくるかもしれません。捻出できるかもしれません。例えば3万円っていう家賃を取ったとして年間36万ですか、それが10年360万であれば解体費用が出てきますよね。だからまだ使えるんであれば、すぐ壊すんじゃなくって、やっぱそう言って貸してこそ、やっぱこうお金入ってきて、それで解体費用に当てていくっていうのは非常にいい知恵なんじゃないかなと思います。確かにそうですね、やっぱお家も空き家にして放置の、ずっと放置されてた挙句の果てに取り壊されるんだっていう。そうですね、やっぱその住んでなんぼのもんですもんね、やっぱ家にとってみればね。そうですよね、それからやっぱ解体するとき、やっぱ注意しなくちゃいけない話っていうのは、解体した後にそのまままた家が建てられるかっていうと、法律の関係でですね、土砂法とかいう法律がありましてですね、必ずしもすぐ家を建てられないケースもあります、ですからもちろんね、ある程度も古くなった空き家についてはもう一層取り壊して、そしてそれを宅地にして、また有効活用しようねっていう考え方は当然あっていいはずですけども、ところがやっぱ法律の関係で使えないケースがあるので、しっかりその辺を調べられた方がいいですね。なるほど。じゃあ実際に取り壊したとしても、その後の活用性もあるかどうなのかというところは、それはチェックした方がいいと思います。あるということで、もし仮にですね、取り壊した後も使えるんであれば、空き家情報バンクではなくてね、空き家情報バンクは今空き地のバンクとして利用できますので、もしある程度も使えなくなった空き家であるならば、取り壊して、そして法律上問題なければですね、そのまま空き地情報バンクとして登録して売るということもあると思います。はい、ただその辺はしっかりですね、法律の話もありますので、しっかり今建っている家がですね、どういうような法律の条件にあるのかって話はしっかり調べられてから、それから解体するのか、それともやっぱ長い間ですね、もうちょっと使えるんであれば、空き家情報バンクに登録して賃貸で貸して家賃収入を得て資金を貯めて壊すっていう選択もあろうかなと思います。
ですからそれはしっかり考えられた方がいいですね。そうですね、はい、まあ、だからまだ使える空き家ですがというお話でしたので、まだ使える空き家というところでしたら、うん、やっぱりこの空き家情報バンクに登録して活用してみるのか、はい、またいずれ取り壊した後には空き地バンクに登録をして活用していくのか、うん、まあ、自分の今の空き家がどういう状況なのかっていうのを知るっていうのではその先に進めるんじゃないかなと思いますので、皆さん、よかったら、お近くの、ね、最寄りの市所かまた地域支援課の方で相談にも乗れますので、皆さん一度足を運んでみてください。さあというところで皆さん、今度はね、加藤さんにいろいろとお話しいただきましたが、まだ使える家ならぜひ活用して、空き家もねその方が生き生きとしますから ね、はい、加藤さんいろいろとお話ありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。家主さんの悩みを解決、空き家活用のすすめでは、毎回家主さんが心配されていることに一問一答でズバリとお悩みを解決しています。ではまた次回お会いしましょう。